サボさんほらありがとう。理論武装で攻め勝ったと思うなバカとり、わかってる仕方ないだろう、他に打つ手立てなくて、威勢がいい割にちっとも前に進めてないぜ。黙ったろうこの荷物の重さ知らないくせして、向こう側にいる内面とドッジボール威嚇して逃げ回り、受け止めて弾き返す、もう疲れた誰か助けてよ、そんな愛を出したって誰も見てない、ましてタイムを続ける上はならね、習い鍛えるまでかけてみよう、恥を巻き散らして胸にまとう玉虫色の衣装をはためかせていこう。ありがとうございます。ありがとう。イライラして仕方ない日は疲れた体を都合のいい恋に預けて、終われば寝たふりして、あれ俺何してんだろう、忘れたわからねえ。太陽が手につけるとやけに後ろめたくて、前習い右へ習いの欲望気づけないらもばかり、まだ間に合うかなクリンコ、亡霊が出るというお屋敷を片目が見つぶして、来春頃にマンションに変わると代理人が告げる、また僕を育ててくれた景色があっけなかめになった、少しだけ感傷にしたさと、まあそれもそうだな。まあそれもそうだな。それもそうだな。レグ様ありがとうございます。時代とか社会とか無理にでも敵に仕立てないと味方を探せない、愉快に暮らせないよ、仕組んだのは他の誰でもない、俺だけ自首したって誰も聞いてない、まして罪が軽くなんてならね、習い鍛えるまでかけてみよう、恥を撒き散らして、引き抜きだという中で仕事まだ走れんだ、生き耐えるまでかけてみよう、恥を撒き散らして、たまの白の衣装を見せびらかしていこう。フォローありがとうございます。いいねもありがとうございます。
カブさんにご参加いただきました。ランニングハイでした。Thank you.